女子サッカー、ヘタフェの先輩荒井。女子サッカーのこういうとこえぐいよな。プロレスやん。女子同士の喧嘩やいじめはえぐいのあるで。遺恨が残りそうで怖い。男子サッカーはノーサイドのイメージ。これが女子サッカーのあるあるだとしたら有料観客も増えんわな。髪はショートが必須ですね。それにしても15の女、意地悪そう。ネイマールがもらってたら命を落とすレベル。漫画みたい。エースキラー南の実写かな。女子サッカーというより15がめちゃくちゃやりたい放題、審判が無能やん。15番レッドカードからの永久追放が妥当だろ。男子にはロメロって選手がいてですね。